小汚い意識なんていらねえ。おい、助けてくれ。殺されちまう。頼む。何の騒ぎだ。こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ。与えてやった勲章は気に入っているか。その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだその目は。たとえ目だけだろうが、犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。13秒か。囚人が助けを求めてから監視庁の到着まで13秒だ。貴重な知見を得たな。監視長、監守34人、囚人292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。全てはここから脱獄するために。には暗号を用い、その計画を記した。5年をかけ俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3つ。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。2つ目は防寒着の調達。地下道から先一切の弾はない。防寒の備えなくては体力を奪われ凍死するだろう。3つ目は
協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば計画は完成に近づく。あとは行動あるのみだ。労働の時間だ。さっさと腰を上げろ、グズども。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隣石炭が取れる。隣石炭は発火性が高い、ゆえに高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の監視は大きな利益を得ている。手を止めるな。さっさと掘らんか、グズども。さもなくばここいじんでもらうぞ。おい、何をしている。もう動けねえ。黙ったれるなよ、罪人めが。貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ、役立たずなモグラめ。貴様らの命などこの隣石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隕石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについておさらいをしておこう。ピースは3つだ。脱出路の把握。ここは古く、そして巨大な監獄だ。故に、ほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から、何かヒントを得られれば、次のピースは防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。
行動はあるのみだ。この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。こいつとは組めない。こいつとはく。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな、猿ぐつわの学者さんよ。あんたを見てたぜ、5年の間ずっとだ。何にも興味ない振り越えてこそこそ調べ物してたろ。ああ。囚人や看守どもの行動、余さず全部。まるで統計でも取るみたいに、緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは、欲を持て余した野獣か。脱獄でも計画しているやつのどっちかだ。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが後者なら、さあ答えろ。あんたはどっちだ、学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。あんた生かすぜ。俺の目に狂いはなかった。さて本題だ。俺を脱獄の友達に入れてくれ。俺にはあんたにとって有益、深い仲の友達しか聞けねえ。ここじゃ長いこと情報屋のエメ、商品には自信がある。俺の計画に気づくと大した男だ。それに奴の商品はうまく利用すれば役。そう来なくっちゃな。で俺は何を仕入れりゃいいんだ。監獄島は
大陸から離れた孤島、監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察、その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすれば、その日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだが、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それともう一つ、猿グツワの鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。よろしくな、相棒。計画は進んだ。オズバルド、オズバルドよ、君の貝は出たか。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。
んた物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそ俺か。俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。檻の中だからな。だが誰でも払うもんは持ってる。わ、うん、ただでは渡さないか。弱み他の囚人を探ってみるか。こいつは何も知らない。よう。ん？これはてめえどこでこのこと。欲しいもんはくれてやる。だからタコすんじゃねえぞ。計画はこの防寒にさえあ。檻に戻る時間だ。オズバルド、君の貝は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると、炎は収束し。理論上では、火力が倍増する計算となる。炎である限り、やはり限界はあるがな。なんと、演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ！さっさと起きろ、グズども！ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。
は何も知らぬ。